せーの、中村さんち。こんにちは、ルナです。おはんです。はい、本日はですね、せーの、ルナの誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます、はい。まあ、厳密に言うと時差があるので、カナダでは誕生日は明日なんですけど、今日はごはんくんと2人でディナーに行きたいと思います。で、前に近況報告の動画でお話ししたと思うんですけれども、私新しく仕事を始めまして、これから行くのは私の新しい職場です。どう行くよな。すごいよね。私は今はそこで働いてるんですけど、もうここで働く前からすごい大好きなレストランで、ウィスラーでは有名な老舗の高級レストランになります。あのバッサーって言って、フロントの方で水をついたりとかパンを出ししたりとかしてるんですけれども、普段行くっていうよりはこうなんか記念日とか誰かの誕生日とか大切な日に行くようなレストランになります、ね。はい、そんなところで働いてるんですね。そうなんですよ。なので、まあ、緊張感を持ってやらせていただいております。はい、ということで今日はね、私の職場の雰囲気を大公開しますので、それと同時にね、私たちの、誕生日ディナーを一緒にお楽しみください。では行ってきます。すごい、山の上にはまだ雪がついてるね。うん、はい、今なんと現在の時刻夜の7時50分なんですけど、まだまだ全然明るいね。さあな、これがカナダよな、ね。ウィスラーのね、街の中からは離れてて、ちょっとね、こじんまりとしたところにこっそりと佇む小さなレストラン。いや、中は大きいんです。ここで行こう。うん、綺麗よな、なんかさ、うん、違うとこ来たみたい。ミスラーじゃないとこないよね、確かに、うん。こういうとこさ、来ないもんね、なかなかね。来へんな。私の友達が、冗談で表面張力で水をついてくれました。このカトラリーセットしたの昨日私自分なんですけど。私の仕事はこういう感じです。なるほど。メニューはこんな感じで、まあ、ちょっとやっぱお高いですけど、オイスター食べたいね。オイスター食べたいですね。じゃあオイスターは決定で、試合決定で。うん、試合決定で。じゃあオイスターとオイスター試合決定で。え、もうでもさ、俺全然分からへんからさ、完全にルナのおすすめで大丈夫です。多分ごはんくんはリブアイがいいと思う。ちょっと高いけど。14オンスのやつ。うん、68ドル、7000円です。わあ。また働きます、一生懸命。それでいいんじゃない？はい。なんかここのね、ラムがめっちゃ美味しくて、ラムはね、前来た時も食べたことがあるから、フィレにしちゃおうかな。フィレミニョン。あ、いいんじゃない。うん、私はじゃあフィレにします。美味しそうやな。なんかもうメニュー見てるだけで美味しそうやわ、勝手に想像して、うん、ね。なんかそわそわしてない？私もうなんかもう 目も合わせられへんぐらいそわそわしてる。しかもさ、全員私の知り合いじゃん。そうそうそう、俺今ちょっとアウェー感あるやん、逆になんかちょっと。確かに。なんか私はここで働き出して大体今1ヶ月半から2ヶ月ぐらい経ったんですけど、まあ大体サーバーも全員覚えて、すごいフレンドリー でこれね、私の年齢ぐらいの老舗のお店なんですよ。1987、1986オープンだったかな。だから私の1歳年上なの、この店。すごくない？そうなんや。そうだから36年間営業、うんうん、すごいよね。すごいよな、うん、老舗や。ずっと働いてる人もいるの。そう、何十年も。それってすごくない？すごい。そうだから私なんてまだ2ヶ月だから。でもそんな私にすごいね、みんな優しいの。いいお店やな、うん。あとさ、英語環境じゃん、うん、ここ完全に、うん、ほとんど外国人。確かに。外国人は私なんだけどね。今はね、まだ日本食レストランでは働いてるけど、やっぱりここでね、結構英語もトレーニングになってるよ、ね。やっぱ指示を英語で聞かないといけないから、ちょっと疲れはある。Your birthday present. Really? From everybody. Oh, thank you. Extra. Thank you so much. Oh, big. Thank you. You guys ready already?
Yeah, we already decided. We're gonna start the oyster. Yeah, how many? Six oysters, yeah. Rib eye steak. Rib eye for you? Yeah, yeah. Hungry? Yes, I'm so hungry. It's a big one, right? I'm disturbing now. what's recommend? I don't know. For me, rib eye like medium. Medium. Medium, please. Medium? Yes. I'm gonna have a filet mignon. How would you like it cooked? Medium rare? Medium rare. Medium rare? Yeah. And do you want sauce with it? What sauce? So you can have peppercorn sauce, herb butter, gorgonzola butter, béarnaise sauce. Oh. You can also have chili sauce or mushroom sauce. Oh my god! Lots of herb butter? Herb? Yeah. Yeah. Sounds good. Do you want some bread? Yes, please. You start. It's my job. Okay, we'll do it with you. Thank you. こんな量普通入れてくれないんだけど。そうやんな。なんか特別あの俺たちからプレゼントだって言ったからさ。ね。行くよ。ハッピーバースデー。違う違う。ありがとう。ハッピーバースデーにやるな。ハッピーバースデートゥーユーおめでとう。ありがとう。美味しい。これ全部飲んだらやばいよね。Beautiful. Thank you so much. Thank you so much. 褒められた。ココナッツなんだね。うま。美味しい。スムージーみたい。それ無料だからいっぱい食べといた方がいいよ。無限か。俺が大好きなリムロックってはもう必ずと言っていいほど。食べる無限パン。このパンをね、私は仕事中に必死に切っております。切ってお客さんに渡しております。オイスターが来ました。え、こう絞った方がいい。いや、やめて。滴るだけだから。うわー、やば。もうこれずっと食べたかったんだよね。働きながらさ、自分の目の前を通り過ぎるさ、オイスターを見ててさ、やっと自分の番だ。ほんまやな。どうぞ先に。じゃあいいですか、はい、いやいや普通そっちやろ。いやいい、いいですよ。いただきます。はい、贅沢な食べ方。明日お腹こな壊してもいい。最高。どれが大きいかな。これ。うん、うん、あ、すごい。全然臭みないわ。うん、美味しかった。美味しい。やっと食べれた。ずっと見てたやつ。本当にお客様が食べてるやつをね、こう横から手で掴みそうになってた毎日。若いの。それ若いの。なんかあの私が主役なんですけど、なんか私以上にすごい緊張してる人がいらっしゃって。肉、肉ポテト。リブアイ。超でかい。うわ、すごい。私はフィレミニオンを頼みました。プレートが熱々。そう、プレート熱いよな。うわ、うまそう。おいしそう。もうずっと食べたかった。もうこの日のためにすごいリサーチにリサーチを重ね、サーバーたちにどれがおすすめって聞いて。やっぱりまあフィレじゃねみたいな。フィレじゃねってことでフィレ食べます。すごい酔っちゃったの。やばー。そう、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。何このバターだけ持って帰りたいんだけど。ハーブバター。このハーブバターやばい。めっちゃ合う。めっちゃ美味しい。やっぱり一番だわ、リムロック。やっぱリムロックウィスラー一だわ。じゃあ上の段の肉いただきます。すごいよ。あ、この肉も柔らかい。うわ、めっちゃ大きい。リブはやばいでしょ、うん、食べさせてね、後で。はい。うわ、柔らかい。いただきます。レアです。いらっしゃい。うまっ。やばい。米持ってきて。わかる、その気持ち。めっちゃ美味しい。すごい美味しいよね、うん、美味しい、本当に最高。マイ、How are you? Good, how are you? Good. You disappeared yesterday. Yeah. Yeah. I was so tired. I mean, I got a weather. Yeah, yeah, it's okay. I'm Kazuki. Kazuki? Yes, nice meeting you.
Okay, enjoy dinner. Thank you so much. Thank you. はい。え、いいの？うん。じゃあフィレミニをあげるわ。ありがとう。妻の新しい職場に来てみた感想はどうですか？ルナってさ、うん、原宿でしか働いてなかった今バスターになって、初めなんかピンと来なかったけど、うん、今見て、あ、これルナやってんねやと思って、イメージついた、なんかイメージついたっていうか、まあすごいな、違ったルナがまた生まれんねんなと思ってでも正直仕事内容的にはキッチンの方が大変だと思う、うん、覚えることも多いし、そう、でもなんか私にとって初めてのフロント側の仕事、うん、お客さんに接するっていう仕事だから、それはそれでなんかさ、ちょっと緊張感あるじゃん、うん、サーバーたちが全員イングリッシュスピーカー、ああ日本語喋れる人はいないし、だからサーバーの指示を聞かなきゃいけないっていうのは結構緊張するし、インカム？え？インカムなの？インカムじゃない、だってさっきはずっとさ耳をこうやって押さえてるからさ俺なんかインカムって、今インカムない、インカムない、すごいいい経験をさせてもらってるなって感じ、うん、わおービューティフォー、Thank you、わおすごい、ハッピーバースデー、上手、かわいい、嬉しい、なんか暗いな、はい、ということで、すごい、すごい、こんな豪華なデザートいただきました、こんなにあんのデザート、ありがとうございます、すごいよね、いただきます、うん、うん、美味しい、ナッツ美味しい、なんかさ、種類がいっぱいあるからいいよね、あ、確かに、すごい、1、2、3、4、5、6、7種類ね、わー、うん、めっちゃ美味しい、これうん、美味しい、うわ、スティッキー豆腐うま、美味しいよね、うん、最高、うん、はい、ということでお疲れ様です、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでしたうん、まあ、なんかもう酔っ払って締めが取れへんということで僕が代わりに取ることになったんですけども、はい、ルナの職場に行った感想としては、なんかすごいアットホームって、まあ、自分で言っててんけど、ずっと自分でアットホームやって言ってたんですけど、行ってみて分かりました、すごいみんなも話しかけてくれたし、なんかすごいアットホームでいいなとは思ったね、ねな、この2ヶ月間ね、ちょっとこう新人として走り抜けて、なんか自分の中でもすごい、なんかまあ誕生日っていうこともあったし、この2ヶ月間自分も頑張ったねっていう日でもあったんですよ、うん、それだからなんかすごい酔っちゃったの珍しく俺にカメラ渡したもんな、そうなんです、最後の締めを、はい、でもご飯くんありがとうございました、おごっていただいて、はい、ごちそうさまでした、いや、よかった、本当美味しかった、はい、ね、美味しかったよね、うん、もう味は本当に天下一品で、うんうん、で、まあ、お値段はそこそこしますけど、絶対に後悔しない、経験ができますので、うん、皆さんよかったらね、リムロック来てみてください。本当美味しい、美味しかった。本当に美味しい。うん、大切な日とかに大切な人と来てみてください。はい、3分の2ぐらいの確率で私に会えます。うんうん、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、かぶっちゃった。